さあいよいよ選手が走路へと出てまいりました。10周の長丁場、瀬谷最初の選手権、片平が勝ってからもう6年が経ちました。そしてまた川口に戻ってきての頂上決戦、ついこの間まで暖かい秋だったのにここへ来て急にひんやりして、今日は晩秋の空気が漂っております。さあ勝負の時を迎えました。1番がお待たせ、帰ってきた一撃必殺ホワイトスインガー田代雄一、2番が来月女の子が生まれます、張り切っています、今年最大の成長株、今勢いづく飯塚の若鷹、浦田慎介、3番に悲願の選手権ダッシュへゴージャスな攻め披露小林啓司、4番に瀬谷の申し子、インコースギリギリの綱渡り走法がうなるオート界の長寿片平拓実、5番に地元の牛若王子、努力実って大躍進宣言牛澤和彦、6番に紅葉シーズンにぴったり見せます攻め技七変鋭岡部聡、7番に今度こそ大きく化けるか湾岸のカスケーダー池田正和、8番に SG 最年長記録にチャレンジ、まだまだ走りは30代不老不死テクニシャン島田信弘、以上のメンバーで第31回の日本選手権オートレース10周戦が行われます。さあリビングアリーナの皆さん、大変長らくお待たせをいたしました。血が騒いでいることでしょう。それではご起立をお願いいたします。待ったなしのオープン勝負です。さあ誰がまずは先陣を切っていくんでしょうか。2300万円をかけた戦いです。日本選手権カウントダウンがいよいよ始まりました。発走でございます。5秒を切りました。3秒前、2秒前、日本選手権優勝戦スタートいたしました。まずは誰が出ていくか、インコースから1番の田代、アウトコースから池田が行くか、池田が行くか、田代が食い止める、田代が食い止めました。まずは田代が先行体制作りました。池田はなんとか2番手につけました。池田2番手につけました。さあ田代は後ろを締めるような形になりまして、4コーナーへと向かいます。先行体制は1番の田代雄一、2番手は7番の池田正和、ここに早めに池田に乗っかってきた8番の島田の姿も見えています。さあ遅れることなく4番の片平拓実が4番手につきました。さあ池田がインコース入ってくるか、インコース入ってくるか、池田がまずは入ってまいりまして、今度は逆転、今度は逆転、池田が頭に立ちました。池田は頭に立って島田返す、重ねて狙ってくるか、まだ8周あります、まだ8周あります。先行は7番の池田、池田が行った、おっと島田がぶれる、島田がぶれる、4番手交代、代わって3番手以上は4番の片平拓実であります。7番の池田が逃げていきます、7番の池田が逃げていきます。1番の田代が2番手、4番の片平拓実、車体はどうでしょうか、まだまだ大丈夫でしょうか、タイヤは残っているか、7番の池田が逃げます。左を変えることになれるんでしょうか、7番の池田が逃げる、1番の田代が2番手、1番の田代が2番手、4番の片平3番手、8番の島田が4番手と、体勢はとりあえずおとなしくなっていますが、7番の浦田黙っちゃいない5番手です。まだ6周あります。先行体勢は7番の池田、その通り走ればミーチャンスがやってまいります。7番の池田正和、伊達じゃない 3.25 の死闘であります。さあ2番手争い、1番の田代に4番の片平が、片平が突っ込んでくるか、しかしタイヤが流れている、タイヤが流れている、7番の池田先行、1番の田代が2番手、おっと田代が、田代が落車、田代が落車、滑ってしまいました。さあ7番の池田オーナー、今度は4番の片平拓実でありますが、ちょっと後ろがあまりにも開きすぎ、開きすぎ、お写真坂、7番の池田逃げる、あと4周、あと4周、片平追う作戦があるのか、追う作戦があるのか、王国船橋復活をかける死闘になりました。前3人は全員船橋勢であります。7番の池田追走する、4番の片平、そして8番の島田、さあ7番の池田このまま逃げることができるのか。さああと3周です、あと3周です。今年は全日本選抜でちょっと池田は悔しい思いをしましたが、それを全て憂さを晴らすことができるか。7番の池田正和、4番の片平との差4写真差、3番争いは8番の島田がガードして、2番の浦田これ以上ちょっと伸び損ない、残り2周、7番の池田逃げる、4番の片平が追う、この強い走り2000円札のデザインにしてもらいたいぐらいです。さあ3コーナーへと向かいます。7番の池田逃げる、そして4番の片平、どこまで迫ることができるか、壮絶なバトル、見ている方もあっち地上帯で残り1周、先行は7番の池田、不意が見えてまいりました。さあ片平王もちょっと届きそうにない、ちょっと届きそうにない、7番の池田、さあ西暦1000年代最後の日本一は文句なし、7番の池田になるか、直線コース、最後の直線コース、さあ一気に池田を雄たけび上げてゴールイン、2着は片平か。思想からもうちぎっていました池田正和、しかし決定するまではお手持ちの投票券大切にお持ちください。
自力で掴んだ日本一です。もう池田泣いてもいいでしょう。時代の流れを変えるヒーローになりました池田正和。